皆さん改めましてこんにちは。はい、よろしくお願いします。ケワイシヒデと言います。で、今このケワイっていうのを名乗ってるのが、まあ僕結構珍しいでしょ。20年前からこれを活動のアーティストの名前にケワイシヒデと入れたんですが、どんな方が綺麗になっていくか、どんな人が大変身するかっていうのはね、もう見えてるんです。素直な人だけ。ちょっと集中力増していただきたいので、皆さんの直感をね、ちょっと高めたいと思います。この中で2つ選んでもらっていいですかね。うん、もう直感です。皆さんの顔見て最後に、なぜこれを僕に増えましたか。はい、これ僕の好きだよ。色っていうのは今みたいにいろいろありますが、やっぱり今日どの色を選ぶかっていうのも、これも一つありますよね。その時に合ってる色だったらいいんだけど、今みたいに僕ちょうど合わせていただきましたけど、これ反発する色をもしお持ちだったらどうですか。対人関係でうまくいきませんよね。この色とこの色なんか私好きなんて合ってたらいいんだけど、自分だけで側だけでやっていくとですね、反発し合うっていうのがあるんですよ。で、そういうのもちょっと今日はお話できたらと思います。僕が一番やっぱ思うのは、出会いっていうのは自分で掴もうと思ってありませんよね。これ婚活なんかでよくアドバイスするんですけど、自分の顔を作る、魅力を作ることによって、その出会いは必ず自分が一生懸命せんでも寄ってきますよね。だから僕がコミュニケーションメイクって活動したのは、いわゆる自分の顔をコミュニケーションの取る手段として考えて、自分を出したらどうですかっていうお話、提案をしてきたんです。今まではメイクっていうと自己流で、しかも雑誌を見て、もしくはお母さんも覚えてないのに お母さんの見てやってみたいな、どこへ行っても多分不安やと思います。のなんていうか、魅力をどう生かすかっていうメイクは習ったことは多分ないと思います。で、それをもう僕は中心にやってますんで、でこれについて会話してる中でも、いろんな会話の中に情報発信を受け取り方あるんですね。僕今こうやって話しながらどういう目の表情を動かしたかとか、こうやって見てるんですが、これ皆さんアンテナってこうあるんです、立ってるんです。僕の声にかけて、声を聞いて、どういうところの情報だけパンパンとスイッチ入るかっていうのがあるんですよ。これが大きく分けて3つあります。目タイプ、手タイプ、耳タイプとあります。まずはでも眉っていうのは、そういう部分で一番ご自身に合った眉を僕提案していきますので、その脳タイプに合わせてね、やっていきます。で、3分経つと 100% って言われてますね。で、3年間その印象がですね、67% 覆らないと言われてます。これはデータでね。だから今日はお会いして、僕がものすごく先生、いや先生やったなって言われたら、もう3年間あかんですもう食べていけないみたいなね、それぐらい意識してるわけです。これ分かってます。で、好印象が好感になって、好意になって、分かりますね。好意が好意、はい、ダジャレでございました。こういうのをね、作りながらね、はい、楽しくいきましょう。今日は楽しくね、はい、拍手来るとは思いませんでした。今日はやりやすいな、やっぱり大阪ですね東京行くでしょ何言ってんのこの人まあそういうなんかこう仕事で契約となったわけですね。そういう時って、その社長さんの性格とかはまず考えますよね。どういうふうに対応したり、その時にその社長さんが、さっき言ったタイプで言うと3つのタイプに行って、あ、このタイプの人低タイプやなと思ったら、低タイプの顔を作っていくということです。これが気配です。で、それができないんで、自分の似合うメイクするんだけども、それでも必死なんですよ。だけど僕はもっと多く行けば、あ、今日はこういうお客さんに気に入られたいから、このお客さんのタイプに合わそう、こうやろう、眉もこうしようって3パターンあるんですよ、大きく分けて。で、このような綺麗な眉を描かれて、ここの眉尻の方がこうかなりシャープになってくると、これちょっと聴覚型のちょっとタイプなんですね。で、そういう方が好きな人もいてる。ところがそういう方がちょっと怖いなって思われる方もいてる。で、これを実は読み解いていくと、コミュニケーションの中にすごく潜在意識が含まれて、分かりません、ね、なんか知らんけどこの人好きになるっていうの、これを理解を深めていくということですね。これでね、化粧、化粧は化粧で化粧するっていう、まあ、僕一つの言葉を入れてるんですが、化粧というのは化けて装うという、ね、感じになりますが、気を配る、気を装うという意味があって、中の気はね、米辺に書いてあります。八方にこう運気が上がるという意味があります。はい、開運メイクなんです。よくご存知で、だから漢字を書くときに、キーというのをこう締めるというように書かない方がいいです。こんなことも言霊で一つ一つ変わってきますんでね。 でもここの部分というのは避けて通れない。だから何をせなあかんかといったときに、変わり時っていう言葉を覚えておいてほしい。自分が変わるわけです。どんなふうに変える、メイクも時短やったらいいわけですよ、ね、でもものすごい真面目すぎる人は、いや、こだわってたことを取るの嫌なっていう感じの人は、どんどん選択肢が縮まってくるから、しんどい思いばっかりするわけです。こういう時はパンとこう自分を変える時ということで覚えておいてもらいたい。
まずご自身の顔をですねよく分析するとこから入りましょう。今日から実践できること、もう簡単なこと言います。まず自分のお顔をですねちょっと鏡でいただいて、3つに顔を3つにしておいてください。側面顔と正面顔とトップ顔で、これを必ず意識してください。これを知ってるのと知らんのでですね、でこれを正面顔、これトップですね。でここからここを側面で、小顔になりたい方、はい、なりたいですね、誰でもそうです。で、言いますとこの側面にファンデーション塗らないということ、それだけで小顔になります。